よし、今日は朝の8時。朝の8時のニュース。はい、ニのュースニュースをやろう始まりと。ました。はい、ニュースをやるってことで、はい、よろしくお願いします。はい。はい、はい、おはようございます。はい。ありがとうございます。はい。で、今日はですね、株のところ、日経株がどんどん上がってて3万円台超えるという話をいろいろとしていきたいと思うんですけど、まあ、全今体日3的万に、1200、昨日の終わりは3万1200ぐらいやったかな、確か。日経ね、株で、価が、ダウが3万1000ドルと、その辺やった。そうですね。なので、それを含めての、まあ、最終的にどこまで行くかっていう話で、今実際見ると日経平均株価が、まあ、3万1233そう円そう。の方に行っ昨て日いのるっ終わりてだね。ところで、まあ、またどんどん上がってきてるっていうところで、まあ、下がってることもありますけど、まあ、平均的に上がってる傾向にあるというのが今の現状だとは思うんですけど、まあ、それを踏まえての話をちょっと今日はしていきたいと思います。まあ、これ基本的に、まあ、日本円がいっぱい買われてるってことでいいんですよね。まあ、基本的な話としては。いや、要は、ドルがまた強いでしょはい、強う。米い。ドルまあ、が。ドル、はい。多分今日の朝、今日何日？ 5 今月日のは5月の30日です。?5 月30日の朝8時時点、140円ぐらいやと思うね。140円ですね。円ドルはね。で、これね、日経が、ドルユーロから買われ、まあドルか、ドルから買われ出すっていうことになってくると、本当は円高にならなあかんわけやな、どう考えたら。ドルが、円を、一回円買わなあかんわけやな、日本の不動産買そうですね。はい。おうかもしれないな。一回円を買ってから、株なり不動産なりなんやけども、そのドルがいまだにまだ高いドル高が続いてるわけよな。っていうことは、円がドルを買ってるってことなんですよ。ああ、なるほど。円がどう、ああ、なるほどね。そういうことでしょう。っていうことは、日銀がドルを買ってるってことですよ。いっぱい。それはわかるわな。わかります。で、日銀がドルを買いつつ、日経のインデックス株も買ってると。そうですね。そういうことよね。そういうことですね。わかるわな、これな。わかりますそね。れがどういうことになってるかって言ったら、直接日銀が買ってるっていうことですよ。わかる？だから直接日銀がドル要を買は、ってるってことですよね。日本円でそのまま日経を買いに行くんではなくて、ドルとかユーロを迂回して、日本の日経を買いに来てるってことですよ。要は、一旦ドルを買って、その日銀が、いわゆる日本政府ですよ。日本政府がドルのアメリカ国債よな、もう終わってる。そうですね。潰れたアメリカ国債、これをいまだにまだ買いに行ってると。買い支えてるってことですよ、世界で唯一。で、そのドルを買い支えつつ、そのドルが今度は日経を買ってきてるってことです。迂回してるってことですわな。だから、アメリカとか欧州のそのファンドですよ。このファンドを使って日経を買ってるってことですよ。買い上げてるって形よな。だから、為替は一向にドル高ってことになってるわけですな。でしょ？で、あとはこういうふうに見ていくと、日銀がどこまで、日銀が発行した通貨、日本円を、日本政府がどこまでドル、アメリカ国債を支えれるかっていうのが一つ。まあ、でも限界はありますもんね、それがね。それはもちろん、もう限界来てるんですよ。もう限界来てるんだけども、どこまでやれるかっていうのが一つと、それが一つ。それと、あとはファンドだわな。ファンド、欧州で、アメリカというより欧州だな、欧州のファンドですよね。これがどこまで日経を持ち上げてくるかっていう、この2つの焦点な。どこまで持ち上げてズトンと落とすかっていうところらへんですよ。草刈り場、草刈り場。要は全部ごそっと持って逃げるってことですからね、最後は。最終的には、旨味焼き取って逃げちゃうってことですよね。うまみだけじゃなしにね。まあ、この焦点はこの2つっていうのかな。もう一回すると、日銀が発行した日本円の通貨を、その日本政府がどこまでアメリカ国債を買い支えることが続けれるかっていうのが一つと、それと欧州のそのファンドですよね、このファンドがどこまでをターゲットにしてるかっていうところですよ、為替も含めてね。で、最終的にはこの日本、アメリカドルっていうのは支えようがもうなくなってきてるんでね、そんなに続くと、どっかで一気に円高に反転してくるってことになってくるけども、その分狙ってるってところやと思いますよ。まあ、耐えれるかですよね、この2つが。それとね、ファンドってね、その草刈り場っていうか、そのどういうふうに最後くすねていくかみたいなやり方って、結局ね、もうこれ200年ぐらいずっと同じことやってるんですけど、破綻したところを狙ってくるのよな。
株式じゃない、ストックマーケットじゃないところで話いくと、はい、要はこれも通貨の話で、これも今回通貨の話じゃなくて、4回目か5回目なのかな、はい、通貨のどういう通貨っていうのはどういう今の近代金融通貨システムですよね、はい、うん、ロスチャイルドですわな、ロスチャイルドの近代、金融システム、これどういうようになってるかっていうと、はい、王族貴族が通貨発行権持ってるわけよね、何べんも何べんも言ってるけど、うんうん、はい、王族貴族というか王族貴族連合みたいな感じですよ、はい、だから王族貴族さんたちが、はい、ここは私たちの職場、はい、ここは私たちの職場みたいなことをやってるわけな、はいはい、でそれが権力を持たない方向で権威の方へ後ろが消えていったわけやな、目立たんところへ、はい、うん、で実行部隊としてはやらしてるのはその銀行中央、はい、まあまあ一番頂点なのが国際決済銀行、はい、でここがルールを世界のルールを束ねますと、はい、西側だけどねもう、はい、うん、でこれを束ねて次に各国の中央銀行があると、はい、で各国の中央銀行の下に、そこら辺の銀行があると、はい、いう形になってるわけな、はい、でその要はね、国とかその国の通貨そのもののその国債を暴落、この価値を、はい、価値を暴落させるってことだよね、はい、でこれを暴落させたところで乗っ取ってくるわけよ、乗っ取るっていうか、はい、二足三本で買い叩いていくってことで、毎回毎回これやってるわけよ、だから、はい、俺分かりやすいだね、 ものすごい分かりやすい、金貸しの常套手段みたいな、マチ金の、はい、だから貸して利息取るわけでしょう、はい、貸して利息を取って、今まあ利上げやってるわな中央銀行が、はい、で貸して利息を取って儲けて、そこでさらに永遠に貸し続けなあかんシステムっていうの言ったよね、はい、まあ、ね、うん、通貨は借金から生まれますと、はい、生まれますね、はい、生まれる借金が膨らむ状況になって、はい、でこの借金を膨らました状況のところで、さらに貸して貸して貸して、最後は戦争なんか起こさせてまた貸して、で、はい、最後は破綻したところでぶん取っていくっていう、こういうやり方なんだから、はい、あの要はこういう金貸し連中 の、 その一番のうまみっていうのは、最後破綻、暴落破綻したところで全部ごそっと持っていくと、はいはい、うん、これがうまみなんですよ、ここは狙いなん、はい、狙いですよ、うん、うん、ここが一番、これもじゃあこの役目を背負ってんのが今までは何やったかって言ったら、 IMF 国際通貨基金とかな、はいはい、ああいうのを使って出てきてごそっと持っていくわけよ、うん、持っていくっていうのは、のその物だったりとか 物質のものだったりもするんですもんね、その物っていうのを持っていくっていうのは、お金通貨だけではなくて、ああ国の持ってる会社、はい、株、はい、金銀財宝、はい、であとルール、ルール、だから要はの日本の場合も植民地になってるのはその 農業やったらね、この資料を使わなあかんとか、はい、この農薬使わなあかんとかな、ルールを、はい、ルール縛り上げるわ、はい、でそしたらまた永遠にその利権というか、そういうなんていうかな、そういうルールの構造を作ってまた吸い上げると、はいはいはい、うん、うん、そういうことやってるわけよ、はいはい、だから今日何話したっけ、 何やったっけ、あれじゃないですか、今日は要は株のそのお金のその株の方で、まあ、どんどん値段が上がっていきますよねっていう話で、だからどこまで上がっていくんでしょうかっていう話です、ね、ああ株価か、はい、そう株価の話、それは誰にも分からん、それは誰にも分からん、はい、明日の株価も明後日の株価もらう、はい、そんなものも分かる人誰もおらんので、ただ、はい、さっきも言ったようにそのファンドですよ、はい、この連中がどこをターゲットにしてるか、ただね、これターゲットにしようと思ってる、ちょっとなかなかね、その、はい、アメリカドルも今足らない状況になってるからな、ウクライナのあれで結構儲けたんでね、あの連中、はい、あの戦争でね、あれで、40兆から50兆ぐらい儲けてるからね、あ、儲けてるんですね、だからまだ資金は残ってるとは思うけど、結構カツカツにはなってきてるんですよ、あ、なるほど、なるほど、戦争ってあれは金儲けのためにやってるからな、商売やからな、あれ、はい、もう分かってると思うけど。はい、要はあれが武器売るわけですからね、うんうんうん、役に立たん武器を高く売るわけよ、はい、ね、でその武器はどこから金が来てるのかって言ったら、国の税金からですからね、どこの国も、はい、これが国有財産強奪っていう方法なんですよ、うん、戦争を起こした張本人が武器をまた売ると、うんうんうん、でその武器は税金だから、日本も言うてるでしょ、国防増税だとか国防がどうだとかどうだとか、はい、あれがこういうことで商売やってるわけ、はいはい、でミサイル、パトリオットとか役に立たないミサイルをまた買わされるとかな。なるほど。
で、まあ、その質問の答えになると、日経どこまで行くか、まあ、1989年やったっけ、バブルの最高値がどこまで行ったかな、あの当時は3万9千、ちょっと忘れた、3万9千100、3万9千400円か3万9千100、なんかそこら辺ですよ、4万手前ですよ。これを抜けてくるかどうなんかは分からんけど、まあまあ近いところ。あ、でもただその1989年のあのバブルの最高値抜けると一気にまた行くと思うんでね。1989年の12月の29日みたいですね。38,957円そう、で、そこが最高らしいですね。はい。最高値。だからそこを抜けるようなことがあると一気に抜けるわな、これまた。4万円超えてくるってことになってくるんで、ただ、どこまで行くか、さっきも言ったように、どこまで行くかとか、いくらなるか、これ誰にもわからんので、そんなことは。ただ、相当な高値が追いかけていくと思うけど、あとガッシャーンって行くリミットは1年もないですよ。状況が変わるってことですよね。なるほどね。いや、状況変わると、じゃなくて、強奪ですから、資産の。だから、上まで引っ張り上げといて、全部ひっくり返すわけですよ。なるほど。だから強盗なんやと思ったら分かりやすいですよ、だから。なるほど。マックス値まで、最高値まで上げといて、それですぐ持っていくってことですね。なるほど。強奪していく。強奪の方法ってどうやって強奪していくんですかね。この株式、ストックマーケットやな、株式市場で、これね、日本の人っぽい人って、まあまあ、僕はあんま株式で、好きじゃなんかやらんし、興味もないけど、あれって博打なんですよね。博打でさ、胴元がおるからな、胴元がおる。で、日本の人っぽい人って、どっちかって言ったら、その資産構築みたいなイメージで、買いから入ることしか知らん人みたいな人も結構おるんよ。ただね、アングロサクソンとかユダヤとか、ああいう金融のプロ中のプロっていうかな、要は、パリ、ハンティングの連中ってね、売りから結構先入るんですよ。売りいっから、ぱい、売りから入らんかっても、その売りを定めた状態で買いから入ってくる。要は、だから、基本になってんのは売りなんですよ、あの連売り中っですて。ね。なるほど。じゃあ、その株式市場なんかストックマーケットとかどうしたら儲かるんですかって、空売りから入ったらいいだけの話です。だから自分らが釣り上げといて、そこで一気に売り浴びせるってことですよ。一気に売り浴びせて、そこで今度会社を破綻まで追い込んで、その破綻した会社を買い取っていくと。なるほど。わかる。言ってことわかる。要はもう、最高値で言って、それを売って価値を下げさせて、最低の価値にして、その会社を買い取るってことね。だから、時価総額をちっちゃくして、そこでまた儲けて、買い戻して儲けて、で、買い戻した時にはもう破綻寸前とか、そこまで追い込んどいて、その会社をまた買い取っていくと。2回おいしいみたいな。でも、その2回だけでは連中終わらんねん。その今度、潰しかけた会社っていうか、潰れた会社をまた高く売るわけよ、連中。3回やるわけよな、一つで。それ上手ですよね。なんかね、そのターゲットを見つけてね、こう、これをね、やるってことですよね。めぼそうしいそう。ところを見つけて。だからね、あんなストックマーケット、株式市場なんかで、あの連中と戦ってて、勝ちようがないのよ。もうプロ中のプロ。だって、持ってる金額の、ね、規模も違いますもんね、もちろんね。まあ、規模というか、そのゲームですから、連中からしたら、我々とちょっとだいぶ違うわけよな、その、要は、社会性とかそういうの関係ないんでな、それがグローバリゼーションというか、グローバリストというかな。国際金融資本というか、ああいう人らのやり方なんでね。まあ、それは、ほんで、何やったっけ、まあ、どこまで行くか分からないけど、1年ぐらいでまたガッシャーンってくると思うよ。それが答えってことなんですね。で、まあ、要は、日本国債です。日本国債に関しても、ファンドと日銀が戦ったりするわけよな、これな。要は、利上げせざるを得んとこまで売り込まれるとかな。日本国債。そういう戦いもあるわけよ。だから、日本国債と日銀が戦わなあかん。まあ、戦ってたんやけどな、黒田さんの時。黒田さんの時はちょっと日銀がやっぱりしとったんやな。強い時は局面あったんですよ。任したとかな。だから、今回の言うと、あれ、上田さんってあれ学者なんで、今回の国債は。多分やられると思うんですよ。最後、ファンドに仕上げられるって感じやと思うんで。だから、日本がテクニカル的にデフォルトまで行くんかどうなんかは分からんけど、
もうその寸前までは叩かれると思うわ、今回は。だから、要は利上げを1%超えるぐらいの利上げぐらいまでを、なんていうかな、要求されるような売り込まれ方すると、もうデフォルトに近くなっていくと思いますよね。うん、だって、で、そこにそれとともに9ドル、まあまあ、アメリカドルかな、今の140円つけてる円ドル、このドルも、もうその、今までドル国債持ってるわけですからね、大量に。これももうゴアスさんというかガッシャンってなるわけだから、もう帰ってけへんわけですからね。ドルと円は共倒れになると思うけどね、今回は。なるほど、共倒れになるんですか。共出ると、その道を選んだと思う、今回は。うん。ああ、なるほど。道を選んだ。ああ、そうなんですね。なるほど。G7 見ててもわかるでしょう。G7 サミット見て、広島サミット見ててもわかるし、もうアメリカと親しみますということですよ。心中したら何も残んないじゃないですか。こっちの日本って。要は、僕、つっからからになっちゃうじゃないですか。逆に。もう、またゼロに戻るってことですよね。リセットになるって感じですかね。いや、だから、どこまで西側 G7 と付き合ってるんですかっていう話ですよ、結局はもなるほど。結局のところは、本質的にってことですね。なるほどね。う。いや、そりゃそうでしょうよ。要は、それにまたウクライナの、あれね、あんなんまで飛び入り参加してきてね。なるほどね。まあ、そり確かゃね、プーチンさんからしたら、ちょっと日本は気の毒や、アメリカの属国やし、まあ、まあ、無理やりこんなことにされてんやろと分かってるけどね。に。それでもね、ウクライナの大将まで日本に連れてきてね。で、日本の首相もウクライナ行ったわけでしょ。で、そこでまたなんか金、なんぼやったっけ、この間、なんぼやったっけ、忘れた、800億か。なんだったかな、ちょっと俺、ちょっともういろいろありすぎてね、結構な額また援助してるんですよ、日本円。そらね、プーチンさんから見たらちょっと一発か二発殴ったからしゃあないな、これと思ってると。そんな援助するんじゃないってなんですけどね。確かに。だって。で、まあ、これも絵を描かれてるわけですよ。ロシアと対ロシア対中国っていう戦争構造の絵を描かれ、日本とぶつけると。それを絵描いてるわけよ。一生懸命やらそうとしてるわけでしょう。うん。その真っただ中って、ただ、日本に兵隊おらんのでね、何遍も言ってんの。いないですね、確かに。兵隊さんいないですね。うん。ただ、それはウクライナも構造同じなんですよ。あれも、例えば、ロシアと日本がってなった時にはね、NATO、だから前も言ったよ、NATO にじの事務所が入ってくるとかな。いろんなとこから入ってくるというのは、っていうことは NATO 軍が出てくるわけですよ、日本の中で。NATO の義勇軍とか傭兵とか、アメリカの傭兵とか、なるほど。それがウクライナも同じことやってるんです、あれ。ああ、そうなんですね。なるほど。だから、いまだにロシアとウクライナがやってると思ってる人がおるとかな。なんやって言ってるの、あれ、アメリカ、イギリス、NATO とロシアとの戦争なんですよ。うん。やらされてるわけよ。ウクライナとロシアがねってことですね。実際はもっと違うところの勢力がお互いのことをスポンサーになってみたいな感じでやらせてるって感じなんですよね。要は資金提供。商売で、だから商売やる、まあ、軍産複合体って昔は言ったんやな。文庫。今はまあ、最近資本とかグローバリストとか、なんか戦争だとか言ってるけど、要は軍産複合体、金と武器いっぱいっていうやつらですよ。売りたいってことです。やってたですね。要は、で、戦争もパッケージで請け負うわけよな、武器売るだけで。司令官まで置くとかな。そこまで、そこ、司令官まで置くっていうのもパッケージ化されちゃってるんですね。戦争請負い屋ですよ。うん。で、長引かせて儲けると、武器売って。それを次は日本でやろうと一生懸命してるわけよ、今。だから NATO が来るわけやし。ただ、これもうまいこといかんけどな。いくはずもないんやけど、まあ、一生懸命煽ってるっていうかな。やんないとダメですよ、みたいな、そういうことをね。なるほど。やらせるとこがなくなってきたんですよ。もう中東平和になってしまったからね。アラブの国々もう戦いなくなってしまったからな。みんな和平になってたから。だからもう戦えなくなっちゃったら、じゃあ、矢先にどこかというと、
この日本とか、ね、その日本が対立しているところとか、苦手なところが戦ってくればいいですもんね、確かにね。まあ、やれるとこって中国とロシアしかないじゃないですか、今、インドとか、インドなんて核も持ってるしね、そのなんていうかな、軍事力もそこそこあるけど、どちらかと言ったらおとなしい国みたいな、イメージ的なね、政治力的に見るとね。そうですね。だからどうしても中国と日本をぶつけたいわけですよ。行動的にね、近いしね、確かに。一距離番で。まあ、極東しかもう火種は最後ないと思ってるんでね、連中ね。で、またお金を稼ぐって感じですね。なるほど。ちゅうか、まあ、逆に言ったら、それがなくなると、あの人たち、飯食っていかれんから、もうなくなってしまうよな。壊滅するわけよ。そうですね。でも、だから、全然話、あれですけど、戻しますけど、日経平均株価の金額ですね。金こ額れ、に紐づいてるものってのは何に紐づいて、最終的にそっちにな、な、最終的になる、集合されてなってるのかなと思って。個別は個別の銘柄の事情があるから、そんなもんなんとも言われへんねんけど、その日経とかダウなんかで言うと、やっぱファンダメンタルズですよ。ファントムなんで。景気の先行きとか、あと国が出すとか、経済指標ですよ、その失業率がどうとか、で、あと為替、あと金為替、利、金利、その国債行くんか、不動産行くんか、株行くんか、金銀行くんかとか、先物行くんかとか、それぐらいのレベルですよ。だからどれを選ぶずらっと並べて、ドイツがまだマシかなって言って入れて、で、ファンダメンタルズが悪くなってくるっていうか、これはもうちょっと厳しくなってくるなって言ったら、金抜いて次のところにまた先物に金持っていくとか、不動産金持っていくとか、それぐる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 回ってるだけの話ですよ、あんなもん。そう何のなん意味ですね。もないですよ、意味なんて。意味なんてはないんだ。ああ、なるほど。あれ、要、誰かが要は、そういうシステムを作ったってことですよね。作って、連携させて、生じさせてる要は、ってことじゃないですか。じゃあ、それがキーになってるのって言って、何がキーになってるのかなってのがすごく興味あったんですけど、例えば3万円になった、マイナス1円になりました、マイナス2円って、じゃあ、このマイナス1円の情報って言って、どこから持ってきてるんだって話。ってのがいすや、ごだくから興味。インデックスを225のマイナス、225を並べてマイナス1です、プラス1ですっていうだけの過ぎない話なんああ、次の話なんですね。なるほど。ただ、あれがある意味、その日本の景気がいいか悪いかっていうのを見るところでいいんですもんね。その日経平均株価が。いやー、そういそれ、う、それもまた違いますから。よちく言うょっじゃとないです違うか、とその。思うなー、違うと思うなー。だから、例えばね、まあ、ダウの話はこっち置いといて、日経225の話の中でいくとね、日経なんかでいくと、おそらく40%ぐらいは日銀が ETF で持ってるわけですよ。言ったでしょ、日銀を、中央に日銀が通貨発行するわけですよ。ですかね。で、この日銀が 日経株買ってるわけよ、半分ぐらいは。それ、なんかいい、ない、あんまりないっす。俺も、持ってる本人たちが買っちゃってるんですね。そういうことになってるわけよ。それってなんかインターザーズ、なんか自分たちのところが自分たちの株価って意味ないじゃないですか、本当は。だから、景気もクソも関係のない話です。ここだけで動いてる話ですよ、結そうで局すは。よね。結局はそうですよね。そこでごまかしてるだけですもんね。なんかどっちまあ、かっごていうまと。かすっていうか、見せかけはようなるし、景気はよくやってるように日経高いねって見えるやろうけど、日銀も結局金の行き場がないってことですよ、つまり。金をどこに提供すればいいかわからないってことですね。いや、金の持って行き場がないってことですよ。そ持っれてといきともば、に、日銀が売り出すと、これ大暴落じゃないですか、実際問題が。売るに売れない状況になってるわけよ。だから、国債の金利も、この株が日銀がそれだけ持ってるっていうことも含めてね、もうどうにもこうにもならんようになってるっていうことを言ってるわけですよ。もうどっちかって無理なんですよ、こんなん。それは最終的に共倒れみたいな感じになっちゃうということですね。もちろんですよ。だから日銀が支えられへんようになるってことになっていきますよ、今回は。これはもう、その準備をしとかないといけないですね。こっち側からね。いや、もうもう。当にしてなあかんねんけどな、ほんまは。ああ、そうなんですね。なるほど。当にしてなあかんねんけど、もう逃げてる人はとっくに逃げてんねんけども、まあ大体こういうバブルの時もそうやったんですけど、その大暴落来る前って一回持ち上げるんですよ、最後のハマり。まあ、さっきも言ったじゃないですか、これがはめ込みっていうやつですよ。はめ込んで、はめ込んで、はめ込んどいて最後落としてくるからね。なるほど。まあ、広い逃やりげ方る。ですね。え？
ひどいやり方ですね、本当はね。今日は貯めといて。ひどいっていうか、まあ、それが金融の世界なのでね。はい、貯めて、よく見せてから、って感じですもんね。なるほど。まあ、だから、まあまあ、そういう状況なんで、もうニッチもサッチもいかんような形になってますよ、だから。はいはいはい、はい。うんうん、で、ね、これがその要は、アメリカ、欧州含め G7 の中で、これ、西側っていうのは、旧帝国の中でぐる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 回ってるわけですから、はい、お互い共倒れなんで、助けてくれるとこもないし、はい、そもそもがその国際金融資本みたいな連中に牛耳られてるわけですからね、はい、どうにもこうにもならんように、全部がなると思いますよ。だからここでね、やっぱロシアとかな、中国とちょっとはな、つながりがあれば全然違ったんでしょうけどね。はい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 。ああ、ね、もうその、うん、もう今回は、その、なんていうかな、可能性は、うん、ないと。もうこの間の G7 で、サミットでもうその目は詰まれたと。なるほど。で、そこへ、ね、日本の首相は息子が更迭だとか、騒いでる。はいな、今度は。はいはいはい、息子首にするとかな。自民党公明党分裂とかな。だから次の衆議院選挙やな、解散するから来月ぐらいには。はい、まあこれで自民公明もズタボロですよ。ズタボロ。じゃあもう。だから最後の仕事しましたね、広島サミットみたいな感じは。ああ。ったでしょ、前のな、この2回前のどうやったら今回のサミットが、これ西が最後になると思いますよと、そんな感じですよ。はい。最後になるっておっしゃってましたね、うん、逆に、ね、だからインドの首相、あの人何やったっけ、モディさんやったっけ、はい、あブリックスやもな、インドの首相もモディで、ブラジルのあの人何やったっけ、ルラさんやったっけ、はい、ルラさん、あ、はい、まあトランプさんと仲良いわね、共和党陣営とか、ね、うん、ああいうそのブリックス陣営もその招待するということは、はい、やっぱりね、国際金融資本からすると、今回の広島サミットでその巻き込みたかったっていうかな、西側に。皆さんをね。巻き込みたかったっていうか、抱き込みたかったっていうか、なんかをそのちょっとでもロシア、中国との対立構造にこっちに引っ張り込みたかったっていう意図があったんやと思うな。ただ、それが、モディさんか、インドの首相なんてはっきり言ったでしょう、広島で。はいはい、ウクライナに対しては、あれはね、あの対象に。これは人道問題だと、うん、人道問題だっていうことはその戦争っていう話じゃないってことですよ、うん、人の、うん、人道人だ、お前ら金儲けやってんねやと、武器でと、はいはい、そういうこと言ってるわけよ、はいはい、だから私たちは西側にはくっつきませんと、中立ですよと、ただまあロシア中国よりやばな、ブリックスですから、うん、まあ、だから日本の首相よりはっきり言ってくれたわけですよ、西側諸国に対してね、うん、だからこれからあれ見てると、多分インドっていうのはものすごく伸びるよ、これから。おそらくもう10年かからんと思うよ、インドはものすごく国になると思うわ、はい、政治がしっかりしてる国なんでね。はい、やっぱり自分の意見をしっかり言えるっていうのはいいですよね、うん、要は相手に合わせて意見を変えるっていうよりかは。うん、だから言ったでしょ、今回、広島っていうのは意味深いですよと。うん、ロシア、中国と目と鼻の先でそんなことするっていうことですからね、要は喧嘩売ってるってことですからね。そうですね、はい。そうでしょ、ね、中国さん、ロシアさんと、我々、はい、西側 G7 固まってますよと、はい、ね、ウクライナの親分まで来てますよと、はい、まだまだやりますよって言ってることでしょ。はいはいはい。もうね、これはね、いや、俺、だから、ロシアも中国もよく我慢してると思うよ、ある意味。あ、本当ですか。攻め込まれてもおかしくないですよ、もう、すでに。それぐらいのレベルのことやってますよ、はっきり言って。これ、もう言ってないですよ、攻め込まれても。はい。完全に喧嘩売りましたからね、もう。な、うん、何ででも攻め込まない。やっぱり攻め込むためには、やっぱり時間もかからずに、なんだろう、大変だしって感じなんですかね、攻め込まない理由としては。誰が？プーチンとかが、要は皆さん。プーチンさん、相手にしてませんよ、日本のこと。ああ、なるほど。全然違う感じです。みんなね、もう西側のニュースとかね、しか見んから、何にも分かってないんですけど、はい、はっきりもう何年も前から、あの人はっきり言ってますから、日本には主権はないと。主権がない、なるほど。主権国家じゃないって言ってるんですよ、口ではっきり。はいはい、決めるところじゃない。どういうことかというと、アメリカだと、あそこはと。ああ、なるほど。はっきり言ってるわけよ、即刻やと。うん、はい。なるほど、日本とアメリカは変わりがないと。なるほど、はい。
日本はアメリカだと見られてるんですね。なるほど。属国、属国、植民地、うん。そういうふうにはっきり言ってますよ。だから、はい、気の毒やと思ってると思いますよ。逆に、日本も協力関係をちゃんと裏で取ればいいのにって思っちゃいますけどね、それだったら。いや、やってます、やってます。今でも我々の 目に見えないと、今日はこの動画ではちょっと言えないですけどね、かなり奥深いところ話してなあかんので、まあ次回やってあげるけど、今度ね、時間あれば、はい。そういう動きをしてる人たちもいるんですよ。はい、はい、はい。いるんです。だからロシアとのパイプはあるんですよ、日本って意外と。だから、天然ガス入ってきてるわけでしょ。はい、はい。確かに、そうですね。普通入ってこないですよ。はいはいはい、うん、商売だけでは入ってこないですからね。それも入ってきてるしね、あのパイプはしっかりやってる人たちがいるんですよ、はい、そういう人たちが表にやってるけどね、うん、なるほど。だからパイプがきっちりしてるからちゃんと事前にできるっていうのは強みですね。確かにね。確かに。いやいや、まあ、強みというより政治って表だけじゃないんで裏方がほとんどなんでね、うんうん、見えないところでやっぱりそうやってこうパイプがしっかりあるで、まあ日本の場合も意外と表向きはね、今回表向きはそのさっき言った話な、もう完全にその、はい、の G7 の悪魔進行の方に一緒に行きましたみたいな形になってるけど、はい、意外とね、裏ではね、しっかりと中国ロシアとも手を組んで動いてるような感じがするからね、やっぱり。なるほど。あ、なるほど。うん、だからまあまあいろんな意味でしっかり次の絵を描いてると思うわな。だからまあ今の日本の首相さんか、まあ、今回で終わりと、自衛隊っていう方、はい、自民党も終わりと、はいはい、うん、だからじゃあそれが次で表立ってその維新の会がどうとかそういうところ引っ張っていくのかっていうのは一時期はあると思うわ。1年2年かな、維新が出て、はいはい、ただそれが本丸かとか本命かとか、これからの日本をどうするかとかっていうのはないと思うね。あれもダメになって潰れていくと思うわ。なるほど。あれも、維新っていうのもどちらかというと国際金融支援にだいぶ吹き込まれてるからな、あれも。はい。うんうんうん。だから、次はね、その日本のその政治的なもんももうバラバラみたいな。バラバラですか。バラバラの方がいいっちゃいいですよね。自分で選べれますからね。だいいと思うな、もう、うん、その機能してないような状況まで一回行くんちゃうかな、今回は。なるほどね。まあ、結局、ああいうのも、その、お金の株とかそういったのも全部システムで作られちゃってるから、そのシステムで僕ら踊らされてる部分もあるってことですよね。どっちかっていうとね。うん、だから、うん、まあ、その投資的な、通貨的な話になってくると、ちょっと今日教え、うん、まあ、今日ちょっとお話してあげるけどね。はい、今日はね、その投資とかそういうもんで自分でコントロールできないものにやらをしないってことですよ。そこはいかない。はいはいはい。自分がコントロールできるね、まあ、はい、株式市場とかな、はい、あんなもん自分でコントロールしようがないわけよ。為替とかないですね。どうも物体が大きいだけないですね。はい、先物とかな、はい、そうでしょ。そうですね。はい、だから資産投下とか投資っていう行為って言ったら、やっぱりその自分で会社作るって商売するとか、僕がやってるのは不動産投資、賃貸業やってみるとかな、はい、要は限りなく自分の力でコントロールできるところにマネーを投下するってことですよ、やっぱ。なるほど、いいですね。はいはい。ああ。しか方法がないわけよな、やっぱり。ああ、なるほどね。もう方法はそれしか、唯一の方法としかないってことですよね。まあ、だからこれね、このな、その、なんていうのかな、まあまあ、一応まあ、アメリカの債務上限問題っていうのは、一時一服したっていうかな、まあまあ。はい、偽物のバイデンが降りたみたいな形になったんでね、まあ、一回ここは、まあ、一回、ほっと一息やけど、これでまあ、戦費が出てこないんでね、ウクライナへの。だからまあ、ウクライナはもう、武器も何もない状態やと。金がコンと。はいはい、金、武器コンとなってくるわな。はい、まあ、あれ言い方悪いけど、アメリカが見殺しにしたってことですよね。自分で始めた、自分で逃げていった。ね、始めたのはきっかけなのにもかかわらず、やれって言ってるのにかかわらず。いや、アメリカってね、いつもそういうところなんですよ。自分で初めて自分で逃げていくんですよ、最後。ベトナムもそうやったしな。ああ、そう。ああ。アフガニスタンもそうやったしな。確かに。最後は負けて絶対逃げていくわけよ。なるほど。自分の違った世界に逃げていくんですね。なるほど。そうですね。今まで全部そうじゃないですか、アメリカって。確かに。自分で逃げていくんですよ、最後。そうですね。この間、日本の横須賀におる第7艦隊の、あの空母、何だっけ、ドナルド・レーダー、ドナルド・レーダー、はい、ドナルド・レーダー。あれも帰っていったからな。ああ、ほんと。逃げていったからな、あれ。逃げていったんだ。あれ理由はな、
あれを、はい、薬物問題。薬物問題。はい。軍人がな。はい。軍人が薬物問題相当なもんですよね。あれでちょっと何人かこう、捕まったんよな。ああ。だから、第7艦隊も結構粛清されていってるんですよ、これ。なるほど。どんどん小さい規模になってるってことですね。いやいやいや、だから、小さい気持ちより、最後は帰りますから、あれも。ああ、なんで無理ね。はい。米軍は撤退ですよ。だから、なんで撤退なんて言ったら、まあまあ、イギリスがね、まあ、英米の、その、世界の支配の終わりやっていうのは、何年、4年、5年、ごめん、7年、8年前から言ってることで、はい。まあ、それは、米が世界から引いていくっていうのはそういうことなんだけど、はいはい、米軍の第7艦隊とか、その佐世保による米軍とかな、あれ、撤退するのは金が来んようになるってことですから。はい、金が来んようになるってのも一番厄介ですよね、なんかね。だから、アメリカが、はい、ドルがクラッシュすると金が来んようになったら撤退でしょ、おのずと。はい。あの人らだって弁当いるしな。はい、どれももちろん、もちろん、もちろん。人権いるし。人権いるしな。言いますね。みんなやめていくわけよ。ちりちりバラバラになって。なるほど。言ってることは分かりますよ。はい。そういうことが起こってくるってことですよ。なるほどね。うん。だから、はい、そうなると、日本による、まあ、米軍ってあれ、偽物の米軍やけどな。はい。に雇われた方の。で、あれがおらんようになったら中国の社が攻めてくるやろっていうような人おるわけよ。なるほど、なるほど。米軍おらんようになったら、物気の彼やから日本やられる。いや、ロシアから見ると、その米軍を出ていけって言ってるわけよ。いや、それ違いますね。まあまあまあ。話が全然逆さまになってるわけよな。はいはい。確かにね、言ってることはそうですね。逆さまになってますね。はいはい。ね、変な専門家とかな。はい。テレビに出てきて変なこと言う人おるわけよ。米軍がこうやったら日本は中国から攻められるとかな。はい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 。言う人おるんでしょ。言いますね。おかしいですね、なんかね。あれ、米軍がおらんようになったら平和になるってことですか。そうね、確かにそう言ってますね。米軍が邪魔やって言ってるわけよ、悪いことばっかするから。そうですね。だから、戦争を煽ったり仕掛けたり、その仕組みを作るのが、あの米軍の役目なんですよ、CIA。米軍の役目ですね、はい。米軍と CIA ですよ。あれがうやましいことばっかするわけよな、はい、工作ばっかするわけよ。なるほどね。やっぱり結局、株だろうが何だろうが、世の中にあるものはもう全部疑ってかかった方がいいってことですね。これは、本当に。大丈夫だ。疑うというほどのことじゃないけどね、別に普通のことみたいな、これ。そうですね。確かに。で、まあ、まあまあ、早かれ遅かれ帰っていくんでね、その後、はい、まあ、平和な、その時代が来るのは来るんやけども、やっぱりな、日本っていう国もな、やっぱ核武装ぐらいしとかんとな、はっきり言って。そうですね。で、はい、でその要は国際金融資本的な人ら、あの連中からするとな、日本に核を持たしたくないっていう理由がやっぱあるんですよ。で、極東が唯一の火種作れる場所なんでね、今もね。はい。はい、で、この日本が核持ってしまうと、平和、ほんまの平和が来るんや。戦争大きいんだよ。そうですね。だからでしょ、ロシアも持ってる、中国も持ってる、その朝鮮半島も核持ってると、はい、日本も核持つと、で核さえみんなお互いも取ったらね、はい、争いなんてないわけよ、こういう人、左に起こすやつもおらん。そうです、ないですね、はい、確かにそうですね。で、どっちが弱いとね、どっちが力がないと、やっぱり攻め込まれるっていうこともあったりするわけな、ちょっとのことで。だから、やっぱ均衡さえ溜まっておけばいいわけよ。なるほどね、均衡を溜めておく。うん、そうね。でも、うちでもそうだよな。うちでも、目時のこと考えて、周り見えなかったりするから、それ気をつけないといけないですね。本当に。まあ、何でもそうなんですけど、何事もそうなんですけど、力の均衡を保っておくっていうことが争いの方法です。トラブルなくことですね。はい。で、大体今日のまとめに入っていきたいんですけど、なんだろう、だから、まずその、日経株価はどうやって上がるのっていうのは、実際状況、一番は日銀の方が株を買いまくってるっていうところですね。まあ、まあまあ日銀が発行した通貨、発行した通貨を使って、で、米ドル国債を買ってますと。米ドル国債を買っていて、で米ドル国債に買ったものが、今度ファンドに流れていってるんですよ。ファンドに流れていって、で、ファンドが。で、このファンドが日経株価を買ってるっていう、こう、ぐるぐる回ってると。
でも、大元は変わんないっていうか。え？大元は変わんないってことですよね。そういうことです。そういうことですよね。大元は変わんないんだけど、結局ぐるっと、また戻ってくるよっていう、だから架空請求を繰り返してるってことですよね。まあだから、そうしないとドルが弱なるわけですよ。ねえ。まあもともと弱いからね、今ね。ドルが弱なったら困るんで、はい。ドル高を演出しつつ、はい。一件持ち上げるみたいな。そうですね、それ含めてなんですけど、質問なんですけど、今からなんか、やろうと思った場合、こういうなんか株買ったりとか、よく買う人もいるじゃないですか。どう思います、株とかって。買ってみればみたいな。やってみればって、あんまり良いイメージじゃない感じですか。いや、だから、まあ、そこそこ配当があってね、これは将来、はい、今じゃないですよ、将来的にそのまだ安定してる会社。はい、存続できる会社であるんなら株価はゼロにならんだな、なんか会社は残るんだったらな、はいはい、会社がなくなってしまったらゼロですからね、これ紙切れですね、ただのね、もうそれはもう自分の判断ですよ、そんな、うん、株はなくならんから、うん、株式市場っていうのもなくならんから今後も、うん、やっぱり自分の判断見てその全体確認してやるしかないっていうことで、すごくそうですね、うん、ただまあそんな大きなマーケットにはならんと思うよ、この先は。その今までみたいに国際金融市場みたいなのがどんどこどんどこ入ってくる、はい、なんていうかな、無法地帯みたいにどん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 入ってきて、空売りから入られてボコボコにされるみたいなっていうような、そのもう違い方形みたいなもんじゃなくなってくると思うわ。もっとあ、はい、うん、ああいうマネーが国を越えてバン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 動くって、まあ、ロシアが言ってそんなこと やめたからね、はい、うん、世界中ああいう流れになっていくんで、もう自分たちの、はい、その、なんていうかな、国の中の通貨と、あとは、その、なんていうかな、まあ、これぐらいやったらいいですよ、的な。はいはい、はい、うん。ぐらいの、なんていうかな、容量に収めるみたいな感じ。はいはい、うん。皆さん考えられてやってるんですね、その辺はね。なるほど。うん。だから、まあ、どういう会社がどうなのかわからんわ。これから、まあ、AI とかな、バイオとかな、まあ、はい、バイオ燃料とかいろんなもんもあるやろうけど、はいはいはい、まあまあ、ね、日の目を浴びてないようなちっちゃい会社もあるやろうけど、それは探し出すのも、はい、ただ株なんかはっきり言っとくけど、はい、ゼロになってもええぐらいでやっとかなあかんで、まあ、それ全てに関してもなんとかなるよということですね、はい、あの、まあ、できるだけ手出さん方がいいかなと思うな、さっきも言ったように、うん、自分でコントロールできるところにしか投資しないっていうぐらいの方がちょうどいいと思うわ、わかりました、ありがとうございます。なので、まあ、一応それで今日は一応株のことで、株のところですごいね、3万円台超えたということで話は聞きましたけど、またあれですもんね、その、まあ、常にも上がっていく傾向にはなるっていうのは、実際下がることはほとんどないってことでいいんですよ、認識的にはね。何が？その、株の、その、今の日経平均株価が、その、どんどん上がっていくって感じでいいんですよね。下がることはないっていうイメージでいいんですよね。いや、下がるって、だから大暴落来るって言うんですよ。大暴落っていうのは、要は、上がってもう直接上がりきったら、要は買い占めが始まるから、今度はまた下がって急激に下がるってことですよね。うん、だから、うん、1989年のそのバブルの時では3万8000後半、3万8000ぐらいまでつけたわけでしょ、はい、3万8000くらいの、はい、で、はい、そっからあの時は8000、なんだったらちょっと覚えてないんだけど、俺あんま株好きじゃない、8500円ぐらいまでいってると思うねんな、はいはい、暴落した後は、はい、とこねがね、うん、まあ、絵はそれ細かい数字は絵は、だから今回は、うん、まあ、どこまで、さっきも言ったけど、どこまで持ち上げるんかなんか誰にもわからんので、ただ、はい、前回のバブルと同じようなとこが抜けるようなことがあるんであればよ、はい、下には1万5000円は割ってくるそこら辺かなと思ってるわ。分かりました。はい、ただ株のことなんで、オーバーシュートするからね、一回オーバーシュートすると、どこまで落ちていくかなんか分からんので、ただまあ、はい、まあ、その下値目処っていうのは8000、まあ、前回の8000が500円か400円か知らんけど、そこまではないと思う、1万円前後のところへんがそこら辺目処、うん、まあ、1万5000円かなと思ってるからね、だから4万まで釣り上げといて、1万5000っていうのはありえるわな。分かりました。じゃあもう今後の株の動向にも注意しながら、ね、抹茶が言ってることと。はい、もう当然先は見えてるから先はもう大暴落ということは見えてます上がるもんは落ちるし落ちるもんは上がるんですよそうですね
でもそれがやっぱりその経済の流れ中心だと思われてる方がいるけど、実際はファンドを通してね、日銀のやつを買ってるっていうことで、結局繰り返されてるっていうことで覚えていけばいいのかなって今日は思いますね。はい。金がくる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 回ってるだけですよ。で、それもうん。前も言ったでしょ、はい。ああいうのってね、金融取引、博打ってね、はい。レバレッジかけてるんで、はい。だから膨らましてるからな、100倍ぐらいのレバレッジかけてるからな、だから、そうです割ね。安で言ったら1万円しかないのに、100万円の株買ってるってことやからな。そうですね。だからそれもそれで危険だなって感じです。わかるでしょ、言ってる意味。言ってることはわかります。それは確かに。だから、はい。実物にないマネーが動いてるって世界ですはい。よ。実物にないマネーが動いてるっていうのもまた怖い話ですけどね。でもそれが現実なんて言ったもんね。そんな恐ろしい話ないってわかるでしょ？わかりますね。いや、はい。落ち出したら早いってわかるやろ、それ。ものすごわい。かります。すごくわかります。はい。要は、膨らましてるわけよ、ないもの。そうですね。ないものを食わしたら意味ないですからね。そうでしょ？OK です。わかりそれましでた。100倍のレバレッジかけたら、針でピュッと穴刺したら、一気に逃げ出すわけやから、逃 げない。ああ、腫れてくるわけ。はい。まあ、そんな感じで、今日はもう逃げ出すという現状の意義っていうのを説明はしてもらいましたので、はい。あんなもん、ろくでもないもんなんでね、そんなもん。でもないもんってことで、はい。皆さんも認識していただければと思いますので。まあ、本当、これ今日最後になるけど、何度もこの動画ではお話してるけど、あんまりね、その通貨的なところを軸に重きに置くような考え方はやめた方がいいよ、この先も。はい。もう全然ガラリと世界変わってしまったんでね。はい。あんまりそういう世界じゃないと思うわ、もう。そんなこと考えてるよりね、なんか自分でやりたいこと見つけてね、新しいことした方がええと思うぜ。オッケーです。わかりました。はい。じゃあ、新しいこと、好きなこと、通貨にとらわれずやっていきましょもっとすがすがしいな、う。はい。人とつながる的なな。つ ながる的なことをやっていきましょう。そはい。っちはええと思うわ。はい。確かに、その通りです。はい。まあ、そんな感じで新しい時はい。代生きてると、それまで、行きましょう。まあ、1年から2年ぐらいと思うわ。はい。まあ、その1年、2年以内や、2年ぐらいで全部クラッシュですね、みたいな。はい。まあ、クラッシュっていう言い方するときにはちょっと怖かったりするから、ゲームのルール変更。今回、ルール変更しましょうっていうことなんで。だはい、から、ルール、はい。ボードゲームっていうかな。はい、はい。新しいゲームに移行しましょうっていうと形いう感で、じで、はい。ぐるっと変わっていってるんで。変わっていくので、それで考えてやっていきましょうってことで、はい、以上になりこれますが、ので、まあまあ、今のウクライナも含めて世界中で起きてることってそういうことですよ。はい。はい、わかりました。じゃあ今日はいはい、ろいそんろとありな感がじとうごで。ざいました。はい。また来週もよろしくお願いします。はい、じゃあはさよい。なら。ありがとうございました。はよろしくね。い、お願いします。ありがとうございます。